こんにちは、ダイブジャンプ音楽クラブの山本祐作です。2022年のゴールデンウィーク限定企画、えー、こちらが第2弾になりますね、オープン曲読みゼミを開催することにいたしました。この動画では曲読みゼミって何ですかということと、そちらへの参加方法についてお話をしていきます。まず、曲読みゼミとは、 一つの楽曲についてタイトルや歌詞背景情報といったテキスト情報を軸にその世界を深読みしたり妄想をしたりすることで楽曲の世界をより深く味わおうという趣旨の遊びです。 自分一人で読むのも楽しいんですけども、話を聞き出すのが上手な人と一緒に読んでみたり、あと他の人の読みを聞くと自分でも驚くような発見が出てきたり、ひらめきと出会うというふうなことが起こるのでめちゃくちゃ楽しいんですね。この曲読みのいいところは、コード進行や編曲を紐解く音楽理論の知識、それからサウンドを聞き分けるハイセンスな耳といった音楽センスがぼちぼちでも楽曲を深く楽しめるっていうことですね。 今まで聴き流していた曲に改めて感動してむせび泣いたり、感受性が育まれることで人生が豊かになると、えー、非常に大きく出てますけど、ソースは私ですね。あの、 YouTube チャンネルの方に花水木の歌詞を解説してる動画をアップしてるんだけどもうね、恥ずかしいぐらい泣いてます僕そこで。で、もうあのー、花水の式の歌詞が凄す,すぎてもう二度と歌えないんじゃないかっていうぐらいもう感情移入してしまってですね、そんな風にもう歌詞を読むっていうことが楽しい。読めば、えー、感情性豊かになるし、人生豊かになるっていうことがもうなんか体感的に分かっちゃった感じなので、自信を持って皆さんにお勧めさせていただいております。 またですね、一つの楽曲を深く読み込み、推理や妄想を重ねる。これを何度もやっていくと、結果的に自分の価値観というのがはっきりしてきます。さらに興味深いのは、どんな曲を読んでいても基本的に面白いんですね。自分が好きな曲だけじゃなくって、まあ適当に読んでみようかとピッと拾った曲を読んでも面白くなってくる。なので、曲読みは無限に楽しめる。そんな遊びになっております。いいこといっぱいです。 曲読みゼミですが、通常2時間2000円の有料開催のみです、えー。しかしゴールデンウィーク限定のオープンゼミでは参加費無料となります。熱いのよ。えー、では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 、今回のゴールデンウィーク限定企画で読む曲の発表です、えー。何を読むかというと、こちら。スピッツのチェリー。今更も今更定番中の定番曲チェリーですけども、歌詞を実感。 っくりり読んだことありますかシンプルな楽曲ほど人によって業界に込めるものが変わります。えー、ぜひね当日ゼミでどんな読みが出てくるかっていうのを楽しみにしていてください。 さて、ここからはオープン曲読みゼミに参加する方法、やり方について解説をしていきます。この動画を YouTube やブログ、SNS などで見ている人は、この動画の近くにあるオープン基礎練ゼミに参加するというリンクを探して、そちらをクリックしてください。すると、P、PTX というプラットフォームのイベントページに飛んでいきます。すでに PTX でこの動画を見ている方は、特に何かをする必要はありませんので、このまま視聴を続けてください。 BTX のイベントページにつきましたら、えー、この画面の後ろですね、赤い枠で囲っておりますが、こちらに書いてあるチケットを申し込むというボタンを探してください。パソコンで見られている方は画面の右側、スマートフォンで見られている方は画面の下の方に出てくるかと思います。こちらをクリックすると、無料チケットを購入するという手続きが始まります。手続きが完了すると、Zoom のリンクとパスワードが見られるようになります。以上です。 初めて PTX を利用する場合はアカウントの登録が必要なんですけども手続き自体は簡単なのでぜひ気軽に登録を進めてみてくださいまたスマートフォンで申し込みをされる場合はアプリのダウンロードを促される可能性が非常に高いんですけどもこちらもご了承いただけましたら幸いですさて、えー、曲用みゼミオープン曲用みゼミですね開催は2022年5月1日日曜日の午後13時から15時となっております 開催10分前ですね。こちら10分前ぐらいには、ズームの会議室をオープンしておきます。こちらお断り事項です。ゼミの様子は録画をして、後日編集の上、YouTube 等にアップする予定となっております。顔出し NG の方は、ズーム会議室に入室後、名前をニックネームに変更するや、自分のカメラをオフにするなどの設定をいただけましたら幸いです。 それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。曲読みゼミは、あの、説明されてもちょっとつかみどころがない、なかなか難しい、理解が難しいゼミなんですけども、やると本当に楽しいので、えー、心からおすすめして、えー、お待ちしております。ゼミでお会いできるのを楽しみしています。どうぞよろしくお願いいたします。